都会みかん様です。パパだからこれトイレに行ってきますね。行ってらっしゃい。行っちゃった。何の話しますか、セリーさん。無視。いや、いないふりしてたんだけど。いつもいないときミュートするじゃん。あ、なるほどね。そう、で今ミュートしてないから、ただ無言になってただけやん。2回聞くの怖いな。次、おい出るでしょ、さすがに。おい、言う。おい、言ってたね、次。おい、無視すんな。これ言ってたかも。どうすか、このチーム。めっちゃいいでしょ。で、なんで滝の中にいるときさ、後ろ向いてって言ったの？後ろ向いた方がバレないの？マジでお願い。壁向いて。壁の方向いて、後ろ。忍者来た、忍者来た。みんな、忍者来た。そう。やばい。あ、上のチームじゃね？重心。見ておもろいんだから。あ、そっち？ふざけんなよ。重心がとかじゃなくて。それ言うよね。おもろいだけかよ。ハイドの時。どうしてさ、自分の顔隠すじゃん。うん。わかりもするとき、そう。そう。やめて、動物みたいにすんの。やめてよ、動物の扱いすんの。いや、わかる。でも猫とかさ、なんか予防接種とかで病院連れてくとさ、その、ねうん、めっちゃ壁に向かって壁、なんか顔埋めない？見えないようにしない？埋める。それでバレてないと思われてる。そう、それでバレてないって思うよね、猫。あ、めっちゃ可愛いよな。今の試合、金バッグあったからいろいろ持ったのによ。いいじゃん、1週間で5000万円稼げてるから、何の話。勝手になんか適当なこと言うなよ、おめえさ。本当に信じるやつだから。ありえるじゃん、さすがに。まあ、じゃあ、セリーさんなんて3日で3000万でしたっけ。相当稼いでらっしゃいますよ。だから車もいいやつ2個買えるんだ。すっごいな。やっぱ CR ってすっごいな、セリーさん。すっごい。フェラリ買ったよな。すっごい。フェラリがいいんだ。フェラリも10台買ったよ、もうこんな。フェラリ10台買った。買っても飲んでいいだろ、そんな買ってもよ。なんで2台も買ってんだよ、まず。まあ、声真似してる人は歌うまいよな。そう。なんか聞いたんだよ。なるほど、と思って。なんかできんの声真似。何にもできない。だから歌下手なんだと思う。マフィアのボスみたいになるわけじゃなくて。お前なんかモノマネできんのか。いや、ちょっとできないですよ。やばいでしょ。娯楽を提供できなかった部下に対する扱いみたいな。すごい声出てた今。ごめんなさい。マフィアのボスやで。